宮島達夫は日本の現代美術家。東京都江戸川区出身。アートインユーという考え方を基盤に発光ダイオードを使用したデジタルカウンターアートを LED の作品を特徴とする美術家である。また、コンピュータグラフィックス、ビデオなどを使用した作品も手がけている。美術家を志望したのは佐伯雄造。 青木茂の自然体で自由な生き方に憧れたことが発端で東京都立小岩高等学校を経て1984年に東京芸術大学美術学部油絵科を卒業1986年に東京芸術大学大学院美術研究科会が専攻終了大学在学中には油絵を学んでいたが油絵では自分の言いたいことを表現できない もどかしさがあると感じ、現在においても作品制作のテーマとなっている。それは変化し続ける。それはあらゆるものと関係を結ぶ。それは永遠に続くの3つのコンセプトを形にする。手段を模索していたところ、偶然 LED と出会う。1987年には初めて LED の作品を発表し、1990年にアジアンカルチュラルカウンシルの招きにより、 ニューヨークに転居。同年、ドイツ文化賞芸術家留学基金留学生として、ベルリンに転居し、翌1991年まで居住。1992年の帰国後は、茨城県森谷市に転居。以降は1993年に、カルティエ現代美術財団アーティスト・イン・レジデンスプログラムにより、パリに滞在した。2006年に、 東北芸術工科大学副学長に就任。2014年に京都造形芸術大学副学長も兼任。2016年両校を退職。現在は両校の客員教授。宮島の LED デジタルカウンターによる作品 C-OV-TIME-98 が置かれる隅谷宮島は芸大在学中から作品発表を開始し、1980年代には 街頭でのパフォーマンスや家電製品などを利用したインスタレーションなどを行っていた。LED を使用した作品を最初に発表したのは1987年である。1988年、ベネツィア・ビエンナーレのアペルト88に出品した作品シー・オブ・タイムが高い評価を得、国際的に知られるようになった。シー・オブ・タイムは 暗い部屋の床一面に発光ダイオードの数字が、明滅するものであった。以後、世界各地で作品を発表し、1999年の、ベネツィアビエンナーレには、日本代表として出品。この頃から世界的に高い評価を得るようになった。宮島の典型的な作品は、暗い部屋に置かれた LED のデジタルカウンターが、1から9までの数字を刻むものである。 デジタルカウンターは数千個単位で用いられることが多い。注意すべきことは、デジタルカウンターの刻む数字は、1から9までであって、決して、例を表示しないことと、その明滅する速度が一定ではなく、個々の LED によって異なることである。これは、人間が生まれ、死に、そして再生する、輪廻の東洋的な思想を、 現代のテクノロジーを用いて表現したものだという。東京都現代美術館に設置された作品、それは変化し続ける、それはあらゆるものと関係を結ぶ、それは永遠に続くは、関係性、永遠性といった、宮島のテーマを作品名に如実に表したものである。この作品は展示場所を考慮して制作したもので、暗い部屋で展示されることが多い宮島の作品には、 珍しく明るい展示室に置かれている。デス・オブ・タイム、ベネツィア・ビエン・ナーレ出品作のメガデス、そしてデスクロックの3作品は生と死をテーマとした3部作、デスシリーズを構成している。メガデスは部屋を囲む、壁面全体に、無数の LED が数字を刻み、入ってきた観客がある、特定の場所に立つと、 すべての LED が一瞬で消え、数分後に徐々に LED が動き出すまで暗闇が訪れるものである。戦争や災害による大量死を彷彿とさせ、見たものを立然とさせる作品である。デスクロックは200部限定で販売した CD ロムによる作品で、作者と購入者が共同で制作する作品である。購入者は自分の死の時を 各自設定し、入力する。そして、作品購入時の自分の顔写真を撮影する。コンピュータのスクリーンの上では、購入者の顔写真にオーバーラップして、デジタルカウンターがカウントダウンを始める。カウントダウンは、数字が、0になるまで、すなわち、購入者が入力した、死の時まで続く、というものである。また、 長崎市で原爆によって被爆した柿の木から採取した、種を苗木に育て、展覧会場など、あらゆる場所で配り、また世界中の子供たちと植えていく、地の蘇生柿の木プロジェクトを展開している。ABCDFG 新瓶ンン679号、アートインユー、内なるアートを発見する5つのステップ。木の国や書店ウェブストア。 2019年1月27日閲覧。ソーシャリーエンゲージドアートと三者三様の活動のあり方。リライトセッションボリューム2レポート13。リライトプロジェクト2019年1月27日閲覧。ありがとうございます。